真田丸動乱第33話あらすじ。家康は秀吉の遺言をことごとく無視して自分の影響力を強めていくようになる。これに危機感を抱いた三成は家康を討つため伏見城下にある徳川屋敷を急襲しようと企てる。しかしこの暗殺計画は患者、忍者を多数放っている本多正信に漏れてしまう。一計を考えた正信は諸大名が徳川家につくか三成につくか見定めるため家康の危機を訴え屋敷の守備に駆けつけるように呼びかけます。信繁は一気に形勢が不利になった三成を救うため正行のもとを訪ねて思いもよらぬ提案を行う。